どうも、吉本プラモデル部副部長の九太郎でございます。はい、今回はですねこちらですね、はい、今絶賛制作中の、89式抽選車、アヒルさんチーム、ガールズ&パンツァーアヒルさんチーム仕様にですね、今、作っているんですが、ちょうど今これはハイライト塗装が終わったぐらいかなと、いうところなんですけども、これにね乗るのはもちろん、アヒルさんチームということでございまして、こちらファインモールドさんの、バレー部チームの、フィギュアですね。これをね、駿河屋さんで、購入いたしましたので、はい、こちらの方を、作りたいなと思っております。そして今回ゲスト、こちらのですね、佐々木明美さんの、声優を、やってらっしゃる、こちら中村さくらさん中村さくらさんの方にですね、ゲストに来ていただきましたので、はい、これが、モデルカステンさんから、出てる帝国、陸軍、戦車長のねさくらさんこれ多分レジンキットになるんでしょうね。こっちは、プラモデルっても書いてあるんで多分プラなんですよねきっとね。なんでちょっとね、今回は、これを、塗装していきたいと思います。はい、ではね、早速、中身がバレー部の皆様がどういう感じなのか、ああこういうことなんですね。はい、こういうことになっております。はい、ほぼほぼもう、組み立てなくても、あ、すごい造形しっかりしてますね。しっかりしてる、すんごい。はい、ちょっと、接着しなきゃいけない部分があるのかな。はい、でこちらにちゃんと目がねデカールになっておりますので、これはいいんじゃないでしょうか。はい、というわけでこれと、さくらさんの方が、これはレジンキットですよねきっとね。はい、こういう感じですね。はい、足と手を、つけなきゃいけないな。はい、こっちはさすがにちょっとリアルなんで瞳デカールはないですね。これはもう、塗装するしかないということでございまして、はい、というわけでこちらの方をねやっていきたいと思います。はい、川西さんができました。はい、これがね、まあ、パーティングラインとかちょっと慎重に、まあ、横全部ビーってあるんでね、まあ、削りながら、スポンジヤスリでやすってみたいな。で、頭接着、あと後ろの、縛ってあるロン毛これですね、これも接着っていう感じで接着してって感じですかね。で、これやってて気づいたんですけど、4人ともここの襟の特にモールドがないですよね。ここの襟にはモールドないんで、他にはもうびっしりあって、まあありがたいんですけど、襟にないんで襟だけ手書きになるのか。これをまあサフ吹いてって感じですかね。あとまああと3人も作らなきゃいけない。とりあえず3人作ります。はい、近藤さんできました。はい、近藤さんは接着する場所がないんで、もう離してパーティングライン落とすだけっていう感じだったの。ゲート処理とね。はい、はい、磯部さんできました。はい、明美さんを、作りました。4人できましたんで、そしたら次はこのさくらさんを、作りたいと思います。これが多分レジンですよね。なのでちょっと洗ってきます。ちょっと洗浄していきましょうね。はい、まあ見た目は何にも変わってないですけど、食器用洗剤でゴシゴシと洗ってまいりました。はい、でこれで離型剤は落ちたと思いますので、パーティングラインの処理をして、そして、瞬間接着剤で、止めたいと思います。はい、できました。はい、もうはめやすいっすね。くぼみがしっかりとあるんではめやすいです。もう瞬着つけてもう何の難しいこともないね。はい、こういう感じになりますよ。
こういう感じです。はい。いいですね。はい。というわけで、じゃあまずこれにサーフェイサーを吹きたいと思います。ではグレーサーフを、吹いていきたいと思います。はい、このようにね、はい、もうグレーだと分かりやすくなりますね。こんなにしっかりモールド入ってたんだっていう顔とかもね、ちょっと画面じゃ分かりづらいんですけど、すっごいしっかりモールド目とか入ってるんですよね。はい、全員に塗っちゃいます。はい、全員塗りました。なんか、一応パーティングラインとか一応これチェックして、やり残しないかっていうのね、いろいろチェックして、まあ大丈夫そうだったんで、まあ、このまま、乾いたら筆塗りに入りたいと思います。はい、というわけで、塗っていきたいなと思ってるんですけども、今回は、ファレホカラーで、ファレホカラーでいきたいと思います。はい、というわけでこちらでございます。まあフレッシュ、うん、これとこれなんですけど、こっちはね、これはちょっとパンツァーなんとかなんで、リアルな人の肌なんかなってちょっと思ってんですよね。これライトフレッシュ、こっちの方がちょっとアニメに向いてんじゃないかなっていうことで、ちょっとこれでいってみようかなと思いますね。はい、はい、ざっくりと肌の色はね、こうとフレッシュ、ざっくりです。一発目のざっくりで、4人分塗りの、さらにあけびさんの髪の毛ですね。はい、これが、このフラットイエローとダークサンドを混ぜて、塗ってあります。で、川西さんの髪の毛、これがフラットブラウンですね。これフラットブラウンで、塗りました。これも一発目のざっくりのつもりなんですけど、結構隠蔽力強くて、フラットブラウンの場合は結構濡れちゃってるって感じですね。はい、近藤さんはですね、これですね、マホガニーブラウンと、このバーントレッドってやつかな、バーントレッドってやつとマホガニーブラウンを、調色して、はい、髪の毛塗りました。はい、いよいよ部長ですね。はい、部長ですねってちょっともうこのちょっと前に言ってるんですけど、だいぶそれ言ってから時間が経ちまして、久しぶりにやろうとしたら塗ってあったんですよね。塗ってあったんですけど、塗って動画を撮ってないんで、どの色使ったかわからない事件が起きまして、参りましたね。非常に今参ってます。はい、髪の毛、あけびさんのカチューシャとか首周りのこのちょっと緑っぽい部分で、襟ですね。はい、みんな首と襟きました。まだまだ、まあ、何回も塗り重ねないといけないんでね、一回ざっと塗ったってだけなんですけど、したら今度はじゃあジャケットいこうかな。ジャケットいきます。はい、ということで磯部さんの髪の毛はこれでしたね。ブラックブラウン、ジャーマンシーブラックブラウンっていうんですかね、なんかこのブラックブラウン、これでした。
そして今ここも出したんですけど、ガーッと全部塗っていきましたね。はい、この襟のここは、これがちょうど良かった、この、ゴールデンオリーブで、まあ襟とかはもうホワイトですね。ホワイトでこの、制服は、このブルーとブラックグレー、はい、ブルーとブラックグレーで、磯部さんだけ腕まくってるんですよね。まくってる裏がちょっと薄いんで、ちょっとそれは薄めて、でさらに磯部さんの履いてるここですね、こことかこの靴下はこのブラックグレーをちょっと薄めて、でホワイト足して薄めたりとかで、靴はまあフラットブラックということでございまして、ここまで行きました。はい、他の皆さんも、同じくこういう感じで、はい、行きました。はい、他の皆さん、このねバレーボールのブルマンはこのもうシンプルなレッド、はい、で足もレッドですね。でこの膝当ては、このパンツァーのフレッシュ、これです。膝当てはこれ、はい、っていう感じですかね。またすぐ細かい微調整があるんで、まあ、一回ざっとはもうこれで塗ったんですけど、ちょっと塗りが甘いところとか塗り重ねたり、はみ出してるところを、塗りな重ねてね、やったりとかしていくということで、そしてですね、はい、でこのこれがまた乾かないとまたね、あのダメなんで、乾くまではこっちのさくらさんを塗っていきたいなと思っております。はい、でこの戦車帳ですね、帝国陸軍の、戦車長の制服をさくらさんが着ているこういう色になるんですよね。はい、これもう分かんねんで332ですね、はい、このパンツァーカラーのファレフォパンツァーカラーの332、これでこれにちょっとね黄色入れて明るくしてみましたんで、これをね塗っていきたいなと思っております。ざーっと、はいはい、というわけで、とりあえず、アヒルさんチームはですね塗りました。ボタンとか、細々とはみ出した部分を調整したりとか、はい、このようになりましたね。はい、というわけで襟ですね、襟のところの赤いラインがあのモールドがないので、ちょっと一回これははみ出してもいいようにエナメルで、はい、拭き取れるんでね、なんで一回これにクリア、ラッカーのクリアを拭いて一回コーティングしちゃいます。でさくらさんは、はい、この複製服塗って髪の毛がこれどれだったか、ちょっとこの辺とかですかね、この辺とかを使ってちょっとまたそれをなんかいろいろ明るくして、で、はい、髪の毛は塗りました。はい、箱の写真はだいぶブラウンなんですけど、さくらさんのツイッター見ると最近ちょっと明るいんで、髪の毛だいぶ明るくなってるんで明るめにしました。で肌はアヒルさんチームのフレッシュはこっちを使ったんですよ。モデルカラーのライトフレッシュですね、これ使ったんですが、まあリアルなんで、さくらさんリアルなんで、このパンツァーの方のフレッシュですね、番号では342のフレッシュ、これを使いましたね。ヘルメットこのブラウンで塗って、であとは、手袋はホワイトですね、モデルカラーのホワイト手袋で、あとまた細かいところですね、このゴーグルの縁とか、刀とか、後ろの水筒だったりとかね、こういうもろもろ細かいのを塗ったら、決まりですかね。はい、というわけで塗り進めていきたいと思います。はい、4人ともテッカテカにしました。これでね
エナメルでやればなんとか何度も修正できるんじゃないかということでございまして、はい、とりあえずこういう感じで4人は、そしてさくらさんは全部塗るとこ塗っちゃいました。はい、このように、うん、塗りました。そして目だけね、ちょっと黒目だけちょっとまあ失敗しそうなんで、ここもね、クリアのラッカーを拭いてテッカテカにして、何度もチャレンジできるようにしたいと思います。はい、事件が起きました。はい、ですね、さくらさんのね目をエナメルで、こう塗って、ちょっと失敗したんでね、やり直そうと思ってこう取った時にはもうですねペロンチョとめくれたんですよね。はい、今これレジンの、地肌っすねやっぱりですね、完全に忘れてましたよね、プライマーを塗るの。やっぱりまだルーティンになってないんですよね。あまりにフィギュア塗装を、経験が少なすぎて、久しぶりにやったもんでもうこのプライマーをまず塗るっていうのがもうスコーンって抜けてましたね。こっちがプラだったもんで、はい、同じくやっちゃった。はあ、まあまあやり直しますけどね。はい、プライマー塗ってもう一回ですね。はいはい、さくらさんの目なんですが、失敗したことによってもうとりあえず、まあ、プライマー塗ってフレッシュ塗り直して目チャレンジしてみましたわ。はい、グレーで白目塗り、ブラウンでチョーンってもうチョーンってつける感じで、筆先でもチョーンってつける感じで目入れちゃいました。とりあえず目が入ってたので、もうこのまんまもう、光沢ラッカー吹いちゃいました。はい、そしたらまあ、もうこの辺のね影だったり、この唇ちょっと、まあ、ピンクで入れたり、この辺ちょっと薄いブラウンかな、なんかこう影入れたりして、で、洋服のシワに墨入れしたりとかしたら完成ですね。はい、もう間もなくです。だいぶ長かったですけどもう間もなくです。はい、私的には長いんですよ。はい、よし。はい、こう今こういう感じなんですけど、はい、2回目です。プライマー塗り直して改めて塗装した後にもう一回剥がしてるんですよね、アクリルカラーを。でこれ2度目の、失敗直してるんですけど、もう全部エナメルカラーで後からこするともう剥がれるんで危険だなと思って、もうアクリルカラーで全部もう目もいっちゃったんですよね。唇とかも全部、はい、難しい、すっごく難しい。うん、とりあえずでもまあなんとか顔は濡れたんで、でもとりあえずもう一回ちょっとクリアでコーティングして、制服のシワなどにちょっと墨入れしたいんですけど、そこでまた綿棒とかでね擦るのがちょっと怖いんですけど、もうまたベロンって全部制服まで剥がれちゃいそうな気がして、とにかくプライマーこの下地吹いてないですから顔以外は、剥がれるのが怖いところなんです。もうしょうがないですよね最初からやり直すしかないですから、とりあえず一回これで墨入れしたら完成ということで、はいはい、ということで完成でございます。はい、こういう感じになりました。はい、後ろからだとこういう感じでございますね。はいはい、というわけでこういう感じになりました。はい、
非常に、ちょっと何日もかけてちょっとゆっくりゆっくりやってたんですけど、はい、なかなかね楽しかったです。はい、ちょっとねやっぱりもうちょっと、このブルマーの赤がもうちょっと明るめの赤でも良かったかなっていうところがちょっと心残りなんですが、まあちょっと推し進めちゃいましたね。はい、まあまあちょっとねこっちがねちょっと暗めなんで、まあ、全体的にこっちもちょっと暗めにっていうところもちょっとあるんですけど、そしてさくらさんのこちらのモデルカステンのこれすごいですね。やっぱモールドが深く、びっしり入ってるんで塗りやすいんですよね。非常にこの、はい、塗りやすくて、はい、であと筆でやっぱおすすめなんですけど、これボークさんの、はい、店長さんにおすすめしていただきましたんですけど、このタミヤのこの筆これはね使いやすい、はい、非常に使いやすくて、はい、細かい顔にもね、細かいところとか、結構、塗りやすかったです。非常にいい筆でございました。はい、まあ上手な人は太めのね筆でも先っちょだけでうまく塗るらしいんですけど、まあまあまあまだ私はそこまで上手じゃないんで、とりあえずあとやっぱりさくらさんのやっぱ顔が難しかったっすね。はい、35分の1の軍人さんだともうこうスミレぐらいでもう目終わらしちゃってたんですけど、結構しっかりと目のモールドもしっかりしてたんで、これはもう黒目ちょんって入れないとっていうね、白目と黒目入れないとなんで、まあちょっとこれはねもうちょっと経験値積んで上手になりたいなっていうところでございました。はい、というわけで、次はですねこのねフィギュアたちとこちらの89式をね台座に、載せる、動画を撮って、まあちょっと今途中までやってあるんですけど、はい、ビネットを完成させる動画で、この89式フィニッシュしたいなと思っております。次回もね動画アップしたらぜひご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。